第4回は目標設定について説明していきますステップ2の学習目標は目標の抽出ステップ2のプロセスは疾患に基づいた一般的評価これはエビデンスベースな評価です主訴や社会的背景の聴取チーム方針の確認をし疾患や障害の予防予測をし目標を抽出していきますそれでは始めていきましょう 前回カルテを見た患者さんが今日から回復期に移行しましたのでその患者さんを一緒に評価していきましょう何が変わったかというと実施場所がリハビリテーションセンター理学療法の内容に歩行練習や応用歩行が加わりました指導者から20分でできる評価項目を考えてきてくださいと言われ元気よく分かりましたといったものの A 子さんは困っていますね今回はステップ2の中でも特に評価計画について説明していきます 評価をするにあたっては、このような評価項目を挙げます。本書の中に評価項目を挙げるためのおすすめの書籍を紹介していますので、確認しておいてください。次に、評価項目の中の評価をどのように進めるかということを考えます。まず、患者さんの姿勢の変換を最小にすることを優先してください。基本は外在立位の順番でやることをお勧めします。また、同じ姿勢でできることはまとめて行った方が効率的です。 視線を変換するときの基本動作寝返り起き上がり立ち上がりの解除量がどれぐらい必要なのかまたどのように行っていたのかを確認してくださいそしてアライメントを一緒に見ておくと一度にたくさんの情報を取ることができます指導者の前世が20分でできることを考えてきてくださいと言っていましたが20分は1単位という意味ですその中でできることを考えてきてという課題でした 20分で全ての評価ができるということはありませんので、一度に全てやらないといけないというように考える必要はありません。それでは A 子さんが考えた結果ですが、えまず、えー、肺外で意識レベルとバイタルサインの確認をします。その後、髄運動の確認をし、ブルーンストロームのテストのステージ2までをします。そのまま、下肢の筋緊張の検査と r m を運ろうと思います。最後に座でブルーンストロームのテストをします。わかりました。非常にいいと思います。ということです。 英子さんは非常に優秀ですよね、まあ、先ほどあったアドバイスに従って A 子さんが考えてくれた内容がこのようになりますところでなぜその検査を行う必要があるのですかということを少女の先生に尋ねられた A 子さんが困ってい,る困っていますねこういう場面は自習でもよくあります 先生は評価項目に対すする理解を知りたいんですね学生を指導していて教科書や講義のプリントに書いてありましたなどと答えてしまうこともよくあるんですがそのような答えを求めているわけではありません評価する時には何を評価しようとして何のために行うのかというのを検査者が理解しておく必要があります例えば RM は関節可動域の評価で財などの姿勢に影響を与える可動域制限がないかを確認するために行います いくつかの例を6ステップで組み立てる理学療法臨床実習ガイドに書いてありますので確認しておいてください付け加えると、えー、教科書に載っていなくても自分で考えて必要な評価項目があれば評価項目に加えていくと良いです、えー、先ほどのことをもとに A 子さんが考えてきました 実施しようとしている評価項目は何の評価で何の役に立ちますか意識レベルは評価時の指示が入るかどうかを確認するために行います。バイタルサインは理学療法時のリスク管理のために行います。ブルーストロームステージは随運動の評価でステージを確認し患者さんの麻痺の程度を把握するために行います。また異常動作や方向に与える影響を予測します。下肢の緊張の検査は今後拘縮が起こりやすい場所を確認するために行います。わかりました。では一緒にやっていきましょうね。ということでした。 最後に評価の実施に関してですが、クリニカルクラックシップの基本は指導者が学生に解説しながらやってみせ、できると判断したら評価や治療に学生を一緒に参加させフィードバックを与えるという指導方法です。そのため、実技は指導者に見てもらいながら実施するようにしてください。この時に要成校から実技のチェックリストなどが配られていれば一緒にチェックしていけばいいかと思います。今回は評価計画の立て方についてお話ししました。第4回はこれで終わります。お疲れ様でした。